皆さんこんにちは、上田英樹支配人の長岡です。本日はこちら9月13日金曜日より上映のシサムを紹介します。アイヌと和人との歴史を描いた本作、舞台は江戸時代前期、蝦夷地と呼ばれた現在の北海道を領有した松前藩がアイヌの人々との交友を行う中で起きた争いを描く壮大な歴史スペクタクルとなっております。ぜひ上田英樹のスクリーンでご覧ください。皆様のご来場お待ちしております。